はい、こんばんは。アキラのゲームへようこそ。ラスクラ実況です。今日のアップデからですね、教習イベント始まりましたね。はい、まあそれで、バザードさん行ってるんですけどね、まあ、教習イベントもこれで今回でもう3回目ですからね、だいぶ皆さんももうモンスターのソウル溜まってんじゃないかな。まあ本当どっちかというと最近始めた人向けなんかなって気はしますよね。はい、まあ前にもね、言いましたけども、まあ、モンスターでおすすめなのは僕やっぱスケルトン。その次が、まあ、バザードかなと思います、このね。で、あと DXR。この辺がやっぱ一番鍛えててもいいかなって気がするモンスターですね。で、ファルがですね、だいぶ鍛えられました。はい、でこの後ですね、ちょっとね、ファルの話をしたいと思います。はい、はい、勝ちました。1ないし2だよね。最大で4とか見たことあるけどね、ソウル落ちるの。はい。じゃあちょっと画面戻しまして、てな感じで、今日のね、アップデーの話少しだけしてみましょうか。はい。9月5日メンテナンス終了のお知らせということで、教習イベントが、特定のモンスターが大量に出現するイベントクエストが期間限定で登場します。通常のクエストより対象モンスターのユニットソウルが入手しやすいイベントとなりますということで、1週間の間にですね、こんな感じでやっていきます。まあ、被ってるのがあるからね、ファントムとバザードを今やってるんだけども、バザードは、もういいかなと思ってます、僕はね。うん。というのが、多分これはスキル満タンなんですよ。まあおすすめはね、まあ皆さんご自身が持ってるやつで潜在覚醒が近いやつからしていくっていうのがいいと思います。はい、でピックアップガチャがですね、前半後半分かれてます。前半がですね、クロメルザとシンで、あとロンバリオンとオルダーナで、これロンバリオンがね、昨日急に変更になりましたよね。うん、メグロナだったんだけど、メグロナだったら回そうと思ったんだけどね、ロンバリオンとはオルダーナだったらね、回さない。で、後半が、ゴルムとマリン。で、週末のメスとグランバーガン。うん、これも回さないかな。はい。とりあえず、まあ、今回は、ガチャは控えとこうと思います。で、いつもの育成キャンペーンですね。クエストの消費ソウル半減。で、土日限定で各種能力ゲートが全開放。さらに各種能力ゲートの中級以上の消費応募数が減少ということで、回りやすくなってます。はい。で、各種不具合についてなんですけども、以下の不具合を修正しました。アリーナでデイリーボーナス受け取りをタップしてもボタンが反応せず受け取れないことがある不具合の修正。そんなことあったよね。はい。で、ノルレアンの旗の特性について、選別名分と実際の効果が異なる不具合の修正ということで、修正前はダメージプラス 20% やったけど、修正後、ダメージプラス 25%。まあ、実質 25% やったが、その説明方も直したよということですね。高い方に合わせてくれた。で、補填が、合わせてクリスタルが600個。ですね。もらってきました。はい。ってな感じのアップデートだったんですけれども。はい。はい、で、先日ね、見事負けてしまった、ファルの最終話。今日は大丈夫です。挑んでいこうと思います。まあ、勝ち筋っていうかね、絶対大丈夫なの。わかりましたんで、はい、それで行こうと思います。こんな感じ、編成はね、用意してるんだ。これで行きます。はい。アークにこれつけておきます。ね、グランドウォームにグランドウォームで対抗する感じですけども、まあ、砂漠限定で移動速度 15% だとね、物理攻撃中に受けるダメージがマイナス 25%。要は死んじゃダメなんでね、死なないようにするために行きます。はい。じゃあ行きます。要はね、ちゃんと整えていけばよかったんだっていう話ですよ。要はね。はい。はい。で、ブリね、もうあとはもう、この、ダブルゼクスさんによるね、霊気攻撃で、やってくれれば、あんな目に遭わないはず。はずだ。はい。でも本当に、これ、HP20 万超えてるからね、ユニクエ史上最強やと思うんですよ。ありえない強さ。はい、もう端っこでずっと弓矢を打ち合ってます。Z
前線でただ一人骨尾くんが踏ん張って、あとはみんな魔法と弓矢で攻撃するという。この辺でもなんかある意味僕の手持ちでは最高のフォーメーションなのかもしれない、もしかしたら。いけそうですね。ここからあの全体攻撃ぶっ放してくるのか。はい、大丈夫。間髪入れず魔法が入ったんで勝てます、これで。ああ、よかった。楽勝でした。あの黒は何だったんだろう。3回連続死んだのは何だったんだろう。はい、ようやく最終話見れるわ。いい話や、いい話や。でバダルに着いたと。お母さんいないんだね、そういや。師匠誰なんだ？今んとこ図鑑の方にも出てこないんだよね。おい。お、虹の鬼ですね。これはありがたいですね。スクショとこう。はい。あざす。はい。で、限界突破の上限がアップしましたんで、せっかくなんで、限界突破できそうやったらやっておきましょう。で、その上で隠しスキルもね見ておきましょう。多分素材はあるだろう。うん、多分いけますね。はい、ファルの最終段階の限界突破の素材はこんな感じです。はい、はい、では行きまーす。限界突破きたー。威力、よし。速度、よし。反応もバッチリ。うん、今のリミュエールはこれまでになく絶好調。これはもう最高の仕上がりでしょう。ということで最高の仕上がりです。はい、はい、じゃあ能力見ておきましょう。隠しスキルがね現れますから。チャージショットの3段階目、スキルコスト15、雷アタックレイズ今覚えたのに必死 でミラージュレベルのレベル3ですね。はい、チャージショットと、まあ、ミラージュレベルの3段階目が覚えるのと、スキルコスト、まさかの雷アタックレイズでしたね。うん。雷アタックレイズ、もう、つけたんだけどね。だけど、いらないね。スキルコスト11もかかるからね。はい。っていう感じで、おかげさんで。まあ、今ね、レベル49なんですよ。まあ、50まで上げたかったけど、そんな感じでやってます。はい。で、まあ、とりあえず、今、ここ、麻痺研究をね、覚えたくて、こっち向かってます。
お、いけるかな。麻痺研究と雷アタックです。6個解除ね。麻痺研究ってね、唯一だからね。あー、青の大書籍が足りなかった。こっちも6個解除ね。ラスクラってやればやるほどこの本が足りなくなりますよね。はい。雷アタックレイズも青の大書籍が足りなくてダメと。青が徹底的に足りてないな。はい。で、先ほどのね、育成強化キャンペーンのおかげで、週末も入れるんで、また土日にでも青の集めてこの辺開いとこうかなと思います。はい。まあ、てな感じで、ファのね、今、ステータス見しとくいましょうか。レベル49、もうちょっとで50なんですけども、4段階まで開いてこんな感じです。あ、潜在覚醒。今これが HP1718、MP64、ストレングス410、ディフェンス403とかなんですけども、まあ、この状態から、潜在覚醒、1段階できるようにしておきましょう。なんか体が軽くなった感じ。ウキウキするね。ファルの声いいですね。好き。まあ、少しずつですけどね、全部ステータスが上がりました。はい。はい、まあ、てな感じで、ファルの方はですね、やっててですね、とても気持ちいいキャラクターです。魔法でのドーンじゃなくてね、弓矢がバーって飛んでいく感じ、攻撃の感じは今まで僕持ったものでなかったんだよね。うん。まあ、リルベットさんと鍛えてたらそうなんだろうけども、ね、僕はファルはですね、使っててとても楽しいんで鍛えていこうかなと思います。はい、という感じで今日はですね、ファルのユニットストーリーの最終話と、最終段階のですね、限界突破の素材の確認と、で、限界突破した時の隠しスキルの紹介、潜在覚醒の方をさせてもらいました。はい。という感じで、まあ、今日はこれぐらいにしときます。はい。明日はですね、どうしようかな。まあ、明日もだからファルの話しようかな。覚えたいスキル。これ、まあ、逆に最終段階までですね、隠しスキルも分かったんで、その上で、まあ、おすすめのアークとか、その辺を話していけたらなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。明日の動画もお楽しみに。